ーハードシューティングの RTA。 始まるよー。でも始める前に一応解説を。このゲームはナグザット主催の全国大会サマーカーニバル用に作られたソフトです。しかしあまりの難易度のため大会では誰一人クリアできなかったというゲームとなっております。まずいです。難易度も有名ですが、もっと有名なのがファミコントップのプレミアソフトということでしょうか。現在の駿河屋価格は駿河？嘘やろ。というすごいことになってます。持ってる兄貴がいたら大事にしてね。なお本作は FC とは思えない超絶処理のため画面がめちゃんこちらつきます。編集で見やすいように調節させていただきましたが、もし見にくかったらごめんね。それでは始めていきましょう。はい、用意スタート。スピードラン .com ルールに習い、時期が動けるようになったらタイマースタート。さて、本ゲームはシューティング。一体どこで短縮できるの？という方もいることでしょう。普通のシューティングはボス戦で短縮をしますが、本ゲームは全てが短縮箇所です。つまり道中の処理落ちをいかに減らすかが大事になってくるんだな。これがそのため全てにおいて完全的にパターンを組んで挑んでおります。なのでこのゲームの解説は画面と全く同じ動きをしてねです。以上、解散。あとは上映会。これではいけませんね。ということで基本的解説をしましょう。ふわふわと流れているやつ、これはパワーアップアイテムです。同じアイテムを連続で取ると3大会まで強くなります。 RTA では B を取っていきましょうね。赤いやつはオプションです。敵の弾を防ぐ他に弾を撃つこともできますよ。 RTA では S を取っていきましょう。ということで1面のボスです。まず開幕ボムを打ち込んだら超くっついタイムが出ましたね。でもあのボス簡単なわけではないんですよ。高火力の B 装備ですが、時期の左右から放たれるため正面を攻撃することができません。だから左右に振ってどちらかの攻撃を当てることで短縮する必要があったんですね。デハボムについての解説でも、このゲームは攻撃をしないでいると画面下部のメーターがたまりボムが撃てます。ボムはレーザー以外の弾を消してくれます。何発でも使えるのでいっぱい使いたいけど、見ての通り処理落ちが激しいのです。どちらというと敵を倒した時の爆風のせいですね。そのためどこで使うかもパターン化しましょう。なお溜めてる途中のボムは前方の弾を消す効果があります。バリアとしても使えるわけですね。さて、左右のばらまき緑を倒したらきっかり画面中央へ行きましょう。画面中央というのはこの位置のことです。とにかくこの位置には一瞬で合わせられるよう訓練をしておきましょうね。今後何度も使うことになります。バナは絶対回収。ラスボスでは残機がいくつあっても不安だからね。仕方ないね。ということで真の一面ボス、ちょっと動いた赤にゴムを打ち止まったら連射で倒します。今回は普通でした。というのもなんとあいつの行動はランダムなのです。ほぼ動かない時もあるのでそれが一番いいですね。あと、まずは右へ行くことが多いです。さて、お次はスピードの解説を。このゲームは速度調節があり、セレクトを押すたび5段階で変更可能です。現在の速度は左下に表示されていますね。もちろん速度も全てパターン化を行ってるよ。そういえばこのゲーム、右下にタイマーがついていることにお気づきでしょうか。これはポーズ中も動き続けるのですが、なんと60分経つと強制ゲームオーバーになります。このゲームは香川県民のために作られた可能性が微粒子レベルで存在している。なお見ていただけるとわかると思いますが、実際の時間より若干早いです。ただ処理落ちの影響を受けないと思われるため、 RTA 中に確認するときは役に立ちますね。なお2面突入時は3分1秒だと早いです。今回は2分59秒でしたね。ここまでだったら世界記録なのに。さて、先ほどからのプレイを見ていただいてるとおそらくこんな感想を抱くのではないでしょうか。処理落ちを減らす技なのになんで敵を倒さずに逃しているの？これにももちろん理由があります。ボムの説明の際にちょこっと話しましたが、実破敵を倒すと大量の爆発が発生して処理落ちしてしまうんですね。
そのため、大量に敵が出て処理落ちする場面を除き、基本は攻撃をしないようにしています。というかこのゲーム、ファミコンの表示能力を2倍に引き上げる超技術を組み込んでいるのにそれでも処理落ちするのか。たまげたな。あ、ここですがアイテムを取らなきゃ中ボスが出ないみたいです。この仕様は全く知りませんでした。私の調査不足が原因です。そんな簡単なことにも気づかなかったなんて。とか言ってる間に中ボスの赤蛇撃破です。結構いい感じで倒すことができましたね。今の回転する敵の大群は特に処理落ちが顕著になります。2回だけボムを撃つことによって、できる限り処理落ちが減らせます。今更ですが右上に書いてあるのは現在のステージと道中の時間的難易度です。最大難易度は星5つです。もし追走する方がいらっしゃいましたら、高難易度を重点的にやるのがいいかもね。それにしても背景がすごいですね。速いだけじゃない高速逆スクロール。ラスタースクロールを使いこなした背景の強烈なうねり。まるで FC じゃないみたい。敵も多関節ロボットがいたりと本当にすごいことになってますね。とか言ってる間に中ボスの青蛇ちゃん。回転の中央に配したら細かく左右に動く球を当てて倒しましょう。倒しきれないと画面中を飛び回って厄介なことになります。絶対に倒しきりましょう。さて、この動画を作り始めた時はいろいろ解説しなきゃと思っていましたが、驚くほど解説することがないですね。たまげたな。じゃけん無言になりましょうねと言いたいところさんですが、それは自分が許せないので、解説ポイント以外はファミコンのプレミアソフトについてお話ししましょう。お、そろそろ2面ボスですね。彼は普通に戦うと結構強いのですが、B の最大レベルまで上げていれば即撃破できます。ボスが出現する前に、画面中央のてっぺんへ行きます。出現して触手が伸びた瞬間にボム&連射、この時若干左右にずれるとより早く倒せます。B 以外の装備だった場合やられてしまうので、必ず下準備はしっかりしておきましょうね。ということで3面へ。敵の物量もエグいですが、とにかくパターン化して、どうぞ。さて、手は解説することもないのでおすすめプレミアソフト紹介でも。まずはこちら、メタルスレイダーグローリー。知っている方も多いと思う名作ですね。開発には4年もかけ、キャラデザは漫画家のヨシミル氏、制作はなんと岩田悟さん率いるハルケンです。しかし、作るのが難航した割に全く売れず、ハルケンの倒産を招いてしまいました。悲しいね。ジャンルは SF アドベンチャーなのですが、なんといってもくっそすごいグラフィックが特徴です。ファミコンの限界を超えたとも言われており、美しい画面とヌルヌルアニメーションが。なお現在はバーチャルコンソールで配信中、実機にこだわらない方は買って損はないかと。お次はこちら、ギミックというゲームです。内容は純粋なアクションゲームでとっても面白いです。でも難易度が結構高めなので気をつけてね。どのくらい面白いかというと、あの桜井正宏さんがカービィと比べてパーフェクトに負けたと言い放つほど、すごく細部まで作り込まれており、何度も遊べる名作だと思います。サウンドも相当力が入っており、特殊チップを積むことによりなんと録音ものサウンドを鳴らしています。なおこちらはパソコンのゲーム配信サービス、エッグで配信中。500円で買えるのでとってもお得だよ。さて、3面ボスです。2連戦となるので気を引き締めて。いくぞー。1体には弾幕を出して撃退化した瞬間に攻撃、すぐにキャラ分した兵器、そこから連射で倒します。ちょっと遅れたりした兵器すぎると倒せません。リセットにならないよう注意。2体目は右で待機し、実体化直前にボム、実体化後は若干左により筒玉を打ち込みます。この時流れ弾にやられることが本当に多いです。絶妙な位置取りが苦手な場合は、実体化して2秒後にして避難するのがおすすめ。そしてやってきました最終面。ここはボスが11体いるという頭おかしなるステージです。いつも通り道中はパターン化なのですが、ここは背景が星しかないので覚えにくいです。紙にルートを書いておいて、チラチラ見るのがいいでしょう。1体目の刺客は1面ボスです。ランダム行動なので屈辱だよ。そうそう、この最終面は被害者の会と新キャラお披露目会です。
これからはもう出てきたキャラに関しては解説はしませんね。同じこと2回言ってもね。なお新ボスは6体です。どれも個性的だぞ。次に現れるのは新しいボスです。現れたら動きに合わせつつ敵の正面をキープ。止まった瞬間にボムぶっぱ連射でおしまい。正面がガラ空きになってんよ。さて、しばらく新ボスはいないのでおすすめゲーム紹介を。次のゲームはこれ、ムーンクリスタルというアクションです。見どころはなんといっても美しいビジュアルシーンとプリンスオブペルシャのようなヌルヌル動作。日本のみの発売ですが、RTA 奏者が全員海外兄貴であるように国を超えた人気も凄まじい作品です。お次は重力装甲メタルストーム。これまたアクションゲームです。これはなんといつでも重力を切り替えられるという斬新なゲーム。天井に張り付いたり、敵をどかしたりとかなり便利で楽しいです。ステージ構成もすごくいい。2周目は激烈にむずいので、ゲーム馬を兄貴にもきっと満足してもらえるよ。占い好き兄貴には愛先生の教えて私の星がおすすめ。ファミコントップクラスの西洋占星術ゲーで、可愛いガイド役と一緒に占いができます。ちなみに愛先生はこっちのおっさんです。パッケージにもいる女の子はレムちゃんだよ。個人的に結構おすすめなので、もしよかったら買って占ってみてね。では新ボスなの次、ご覧の通りボムとショットで即死です。ボスの中で一番弱いよ。お次はプレミアゲーでは珍しい RPG の仲良しと一緒なんていかがでしょうか。仲良しという少女雑誌のキャラになりきれるいいゲーム。ファミコンコープというだけありグッと可愛いグラフィックも魅力ですわよ。なんとファミコン唯一のセーラームーンが出るゲームです。ファン必見だぞこれ。次の新ボスはグッと強いです。まず合体直後にボムを撃って即退避、弾幕の隙間に潜り込みます。次の合体時にもボム発射、当たり反省スレスレまで近づいて連射じゃあ。このボスは置きボムが本当にきついです。ちょっと遅れると即死、早いと倒しきれないぞ。さて、デハお次は超有名どころさんでヘベレケなんていかがでしょうか。可愛い4匹の主人公を使い分けて進む、すごく凝っているアクション探索ゲームです。独特な世界観や超グッと激烈にいい曲が、さらにゲームを盛り上げてくれるのだ。なおヘベレケ派かなりのご長寿シリーズで様々なゲームが発売されています。私はこれしか持ってないから他のは知らないけど、お前どう？で、次も新ボスです。このゲームで一番強いので、覚悟の準備をしておいてください。彼は人が反応できないほどの速度でランダムに左右へ動き、ランダムにレーザーを撃ってきます。そこで、ポーズを繰り返すことにより圧倒的な安定感と確実なショットを叩き込んでいきましょう。これは世界一位兄貴が考案したチャートです。以前は自力でやるかホーイングでちまちまと削っていたよ。ポーズ解除は必ず落ち着いて、むやみに連打すると死んじゃうよ。まあこの戦法ならやら。あと数発で倒せたわずですがやられました。それに従って装備もクソ雑魚初期装備に。そこでオリチャー発動。次のボスを倒した後の道中でパワーアップする作戦にします。比較的処理落ち効果も薄いはず。さて、その前に新ボス攻略を。現在初期装備ですが、ここはいつもと同じです。ボムのみを使用して撃破していきます。こいつの青い弾は引力、白い弾は赤力の力があります。相当強く引っ張られるので繊細な動きが要求されます。非常に強いボスと言えるでしょう。デハボスを倒したので稼ぎに移行します。序盤の敵を倒すのは規定の動きです。普段は黄色の敵からはスピードの文字の AD の上に待機ですが、今回だけは撃破します。仕方ないね。綺麗な敵のダンスの後はまたまた新ボス。でもこいつもボムのみが基本なのでいつもと変わりません。パターン化してどうぞ。ただ、フル装備であれば2発目のボムの後連射をすることで早く倒すこともできるぞ。そして、実はこいつの次がいよいよラスボスです。それまでに最強装備にしておきたいですね。道中の前半はアンチである左下へ、パワーアップのため敵にボムと通常攻撃で敵を倒していきましょう。とりあえず通常攻撃は最高ランク、オプションは S 装備を最低1つは用意しておきたいですね。なんとかいけそうですね。
しかし装備がいくら最強になったからといってラスボスに勝てるとは限りません。ラスボス行動は複数のパターンがあります。世界最速兄貴は最高パターンを引いていたけど、一体どうなることやら。この敵の綺麗なフォーメーションを見届けたらいよいよラスボスです。なお最後の黄色い敵は存在を忘れて当たりやすいです。ちゃんと覚えてあげようね。ではいよいよラスボスです。まずは敵の判定が現れる直前にボムを打ち込みましょう。あーいきなりやられたー、何やってんだー。とりあえずボスの動きに合わせて空中攻撃を出す。存在に敵を減らしたの破壊可能な弾を壊していきます。でも普通にここで栄養があるなることもあるから敵に限り中は一つされていて、早く倒すための行動を心がけないと。ボムは仮面までの時間があるので空中攻撃に延々できます。なお攻撃の爆発の判定が現れるのであれば利用していきましょう。ボムは試合でどうにかする時間ありませんという可能性。ボムの弾をめちゃくちゃ難しいだと思って。ちょっと不安でしたが比較的いい感じに敵が動いてくれました。なお動画を確認したところ、あと1フレーム早くボムを撃っていれば開幕即死はなかったです。これはギリギリを狙いすぎたがゆえに起きてしまった事故ですね。安定をとって早めに撃つべきでした。ということでタイムは14分43秒38でした。目標としていた世界2位になれました。3月から続けた甲斐があった。どうせなら世界一位がいいけど、あまりにも完璧プレイなんですよね。数秒なら短縮はできそうですが私は無理。誰かやってどうぞ。あ、でもエミュじゃなくて実機限定なら世界一位です。さて、完走した感想ですが、本当にすっごいゲームだと思った。グラフィックも美しく、音楽も本当にいい曲、圧倒的物量と驚異的な強制スクロール、そして超巨大ボスと来たもんだ。ファミコンとは思えない出来でを、追っ上げた。なお、これを作った矢川さんは後にバトルガレッガやピンクスイーツなどのイバラシリーズを手掛けています。どれも有名なタイトルですね。これらがお好きな方はきっとレッガも楽しめることでしょう。あ、そうそう、このゲームには実はかなり挑戦的な演出があることをご存知でしょうか。それは電源投入時にセガのロゴが爆発飛散して、任天堂のロゴが出現するというもの。さすがにあまりにもヤバテイストだったのかゲームには実装されませんでした。セガなんて脱税からね、仕方ないね。お次は裏技紹介でもしましょうか。5つ目はセレクトをしながらノーマルゲームを選んでみましょう。王道を行くサウンドテストが楽しめます。レッカちゃんが可愛いね。3つ目はメーカー名が回転している時にセレクトをしながらスタートをして、さらに上幅セレクトをしながらスタート。これで残機が減らなくなります。持ってるけどクリアできない兄貴はお試しあれ。3つ目はスタートを長押ししたままサウンドテストに入り AB を押しながらセレクトするとステージセレクトができます。ただ装備は初期からなので RTA 練習には不向き。そして最後は AB を長押しして電源を入れ、タイトルでセレクトと上長押し、そのままスタートボタンを押すと、なんと全ての敵が打ち返し弾を撃つようになります。ボム使用禁止縛りでやると頭おかしい難易度になるよ。と M 兄貴はこっちで RTA してみて、どうぞ。これにて劣化解説はおしまい。そういえばプレミアゲー解説は楽しんでもらえたかな。あそこで紹介しきれなかったけど、一番のおすすめはアイドル発見伝です。そんなアイドル発見伝ですが、残念ながらバーチャルコンソールなどでの配信はありません。ぜひ実機でお楽しみあれ。なお私の動画の左下にいる表情豊かな子がアイドル発見伝の主人公であるサイオンジエリカです。まあ、ザ・エンドってね、お疲れ様でしたってね。はい、ということで無事エンディングを見終えることができたようですね。いやーめでてーめでてー。それでは今回はここまで。最後までご視聴あり、ということで実はまだ裏面があるのです。しかもステージは全て表面と異なります。曲だって新曲がたくさん。かなり手強い内容ですが、諦めずにやれば必ずできるはず。気になる方はぜひやってみよう。遊び方としては一旦リセットした後にスタートを押すだけでできます。
なお、実は裏表両方クリアレブもありまして、そちらの走者は1名で59分49秒でした。しかし、処理置き回避のパターン化を行っていないようでしたので、そこさえ確立すれば1位も取れるかと。私はやりませんが、きっとこの動画の視聴者兄貴がやってくれることでしょう。ではでは、本当に最後までご視聴ありがとうわちき、バイビー。